自治省だけで決めれるじゃないかこれは僕らは白紙委任ということで議会でも厳しくさせてもらってますレベルが落ちるけれどもそのスピードアップを図りますっていうのですね議会に対しても市民に対しても大きな欺き行為やあの地方自治法による規約っていう考え方 に基づいいててますっていうのがまあ一つ結論なんですけども結局は条例はそれぞれの府の議会市の議会でえ決まりましたけどこの規約については前提がこの条例なのにこれ廃止されたらなくなるでしょって僕しつこく聞いたんですけどなくなりませんっていう答弁ですので実は条例との関係性よりも地方自治法との関係性の方が強いっていうかそっちに基づいた 規約になっているので、えー、ここは、ある意味議会に対しても、市民に対しても。僕はこれ、あのー、大きな欺き行為やっていうことで、えー、言わせてもらってます。そういう関係性の、えー、条例と規約になってます。はい。<noise> あの、今回の規約が実は、二種類出てて、一つは。 広域のそういうまあ戦略であったりあの広い計画を立てましょうまあ成長戦略を書きましょうその事務を委託をしますっていうその規約ともう一つは、えー、大規模開発に関する都市計画決定権の決めるという事務を委託をしますというこの日本の、えー、規約になってます共通して言えてる課題っていうのは一つやっぱり事務委託に関しての経費の持ち方 については費用っていうのはあらかじめ決めておかなければならないっていうようなことを、まあ、端的に言えば書かれてますけど、はい、今回の規約で両方とも共通しているのは費用については要はまあいや違うでしょとあらかじめある程度ルール決めとかなあかんじゃないですかそこが実は明確にはなっていないっていうところで日本とも大きな課題として残ってます。 もう一つ事務の委託の範囲っていうことでいくと成長戦略を書きますよっていう事務委託に関してはこれのじゃ何が成長戦略なんですかって言うたらえ条文で見ると広域のえ計画とか成長戦略については例えば大阪の成長戦略で大阪の再生成長に向けた新戦略万博のインパクトを生かした大阪の将来に向けたビジョン 基本的にこの3つを委託しますってて書いてあるんですねでもよくよく見るとその条文で3つ書いてある次に4つ目が書いてあって「大阪の成長および発展に関する基本的な方針であって大阪市が大阪府に策定を委託する必要があるもの」って書いてあるんですね。うん、ってことはえらい拡大解釈できるなと、うん、でも当然そこに議会も関与できるんやろうなって言うて聞くと「福祉と推進本部会議における協議で定める」って書いてあるんですね。うん ということは議会の関与なくって知事省だけで決めれるじゃないかとで福祉と推進本部会議だけで決めれるじゃないかということでこれは僕らは白紙委任ということで議会でも指摘を厳しくさせてもらってますけどこれによっていろんな計画が全部そっちへ持っていかれて事務委託をされてじゃあその結果じゃあ大阪市として必要な戦略って本当に欠けるんですかっていうところが。 問題だなと思ってて限定的じゃなくて拡大解釈をして場合によって白紙人状態になるような事務委託っていうのはこれやっぱりあの地方自治規約でいくと事務委託の,あの廃止できないっていう問題と事務委託の今の範囲とさっき言った経費の問題っていうここがあの一つ大きな問題になってくるなと思っています。 まあ大阪市がある意味総合的に窓口になってくれているので連携も調整もしやすかったのが今回そこの部分だけが持っていかれて他の調整ごと一部他の都市計画関係の決定権は大阪市に残るのでこれもう一つの大阪都市計画局っていう組織を作りますという話も出てくるんですけどそこで受けるけれども総合的に ワンストップ窓口を作りますとか連絡調整する窓口をそれ作りますよということでえ解決できていますという話なんですけど実は僕ら条例で言ってる時ように本来大きな開発で窓口一つだったのが二つになることによって事業者側から見たら調整の時間がかかるというリスクが一つ増えるなということでこれは大きな問題でしょうと。でもう一つそうすると今回都市計画を。 決める時に都市計画審議会っていうのがあってそこで都市計画決定っていうのをするんですけど審議会も今までだったらその大規模開発の分は大阪市だけの都市計画決定権だったのを委託をしたことによって大阪府の都市計画審議会にかけることになるんですけど今度はまあそれだけかと思ったらやっぱり市町村の意見かなあかんからってこの規約に書いてあるのは。 大阪市市も都市計画審議会を通さなのですよまあここで意見を聞くっていうことなんですけどこの意見を聞くという都市計画審議会を開いて意見を聞いてそれから大阪府の審議会にかけられるので結局調整で時間かかります都市計画審議会も余分に一つ開かないといけないんでその分時間かかりますと。だからこれによって大きなリスクを民間側事業者側が 追うことになるなということ、これは一番あの大きな問題になるなと思っています。はい。わざわざ今政令市で一本でやっているものをこうやって大阪府と一緒にやることで複雑になって、で手間もかかって、場合によったら非効率な、え全然合理性のない状況になっていくなということを心配しています。ちなみに総合えワンストップ窓口っていう話が出たときに。 大阪市でやってる時よりも今言ったようにレベルが落ちるので民間にとったらリスクがあるでしょって条例の時に僕ら質問してるんですねそれによってレベルが落ちるけれどもどうすんねんって言ったらワントストップ窓口で要はえーそのスピードアップを測りますっていうんですねスピードアップを測りますって言いながら100点満点いったとしても今と一緒なんですよね。ででも現実的にに点点満いいかないのでさっき言ったように 都市計画審議会を2回開かなあかんという状況では絶対ないんですけどでも彼らはここから見たらよくなるんだから素晴らしい規約ですよみたいなこと言うんですけど今よりはそういう意味では全然効率よくはならないし合理的にもならないというふうに感じています。はい